ナマンダブツナマンダブツ、司会のうち皆兄弟なりと、ナマンダブツナマンダブツ。今日はですね、どんな話をするかといいますと、ハッサカと同じく磯田村を形成しました。3つの集落で磯田村という一つの自治体があったわけです。昔は小学校区1個ぐらいで一つの自治体があって、小学校区ぐらいで一つの役場があったということです。そして小学校が一つあったということですね。何回も申しておりますが、ハッサカと同じくと一緒に磯田村を形成していましたのは須越光也です。そして、明治35年までは、大矢部がやっぱり、この磯田村であったけれども、その大矢部がそれ以降は、北青柳村になっていったと。でそれがどういうふうな影響を与えたかいうことは、つまり学閥ができちゃったよっていうことですね。移民村横綱の八坂と大関の一横になっている大矢部がですね、こう一つの村で一つの小学校でみんな勉強一緒にやっとったら、そしたらそこで友情も芽生えますし、人間関係ができていきますが、明治35年から大矢部が北青柳村になっていく。そうすると小学校も別になっちゃう。そうすると友達関係がなくなっていきますんで、そこでやっぱり、学閥というかな、カナダでもやっぱ学閥ができちゃったっていう話になります。逆に言いますと、八坂と同じく磯田村を形成していました須越という集落、三ツ谷という集落は同じ学校区になりますんで、やっぱり、友達関係ができますんで、そこでまたどう言ったってすぐ近くの村ですから、こう親類関係もあってですね、当然のごとく須越や三ツ谷からカナダに行かはった人たちも多かったわけです。従いまして、この須越三ツ谷も有力な移民村ということになりますね。例えば、北青柳村から、カナダに行かれた人がだいたい150人ぐらいでしょ。でそして南青柳村、海出今を中心とするところも150人であったと。ね、ね、みな、で、そうであるとするならば、そうであるとするならば、八坂がですね、八坂がたくさん行ってはっても、八坂だけではちょっとそれは足りないことになりますんで、須越や三ツ谷もだいぶたくさんカナダに行ってはったに決まってるわけですから、それ旅券を僕は全部見てるわけじゃないから、それを何人だったということは私には言う力がありませんが、やっぱりこういろんな書籍を読んでいましても、研究書を読んどってもやっぱ須越や三ツ谷からカナダに行ってはった人も多いと。まあしかし、だったらもっともっと行ってはってもよくて、もっともっとたくさんの人に行ってはって、なんていうかな、こうもっともっと多くの人たちがカナダに行かはったこと、須越や三ツ谷からカナダに行かはりましたよっていうことはもっと研究が進んでいてもいいんだけど、そこまでは行ってらっしゃらない。これはどうしてなんでしょうねっていうようなところも含めて、でそして次にそれによって何が言えるか、何が言えるかということを含めて、ちょっと今日は、八坂と一緒に磯田村を形成していました須越と三ツ谷についてお話をしようと思います。で、ですね、三ツ谷について言いますと、今 どんな人有名な人にあるんですかって言ったら、多賀監督ですね、近江高校の野球部の監督であります多賀さん、この方が西本願寺の寺の住職でもあり、そして野球の指導で大変著名な方でして、ね、甲子園でも準優勝まではしましたね。そういう方がご縁さんとしておいでになるのが、こう三ツ谷というところです。そして須越っていうところは、実は私の遠い親類の寺があるところがこの須越でして、で、これはそれぞれ同じ磯田村を形成し、かつ当然のごとくそういうわけですからカナダに行ってらっしゃる人も多いんだけれども、しかしやっぱりそればかりでなく別々の道を歩いていかれたということをですね、
まずこの移民村総論のブログの、表ですわ。この表を見てもろたら、こう分かってくれはるところがあるのかなと思います。まずですね、磯田村人口生態か、静かな動態やと思いますけどね、本当はね、まあそういうこと、静かな態、まあまあいいや。とりあえず昭和6年1931年のデータで、磯田村、八坂、過ごし、三ツ谷と別々に、こういう表になっていると。で、本籍人口が1798人、これが八坂ですから、明治の一番最初から比べると約 50% 増えて、ね、1200人ぐらいだったからね、これが1600人ぐらいになっていますんで、人口がその当時の1200人を基準にした時には 50% ぐらい増えて1800人ぐらいになってはるよと。で、現在の世帯数が254やから、これも 2,30 増えてますよと。で、せやけどその本籍としては1800人の人は本籍を置いてるんだけども、じゃあ何人が今現在、ね、昭和6年の段階で住んではるかというと、1020人ぐらいですよと。そしたら、約800人の人はよそに行ってはるよということが分かりますから、その多くがカナダであるとするならば、やっぱりすごいなと思いますね。で、そしてですね、ニュー気流というのはね、これ何かと言ったら、カナダの人が、カナダ生まれの子どもさんたちが磯田小学校に勉強しに帰ってきはった人がこんだけいはるよっていうことです。そして、本籍地を八坂に置きながら、よそに出てはる人は約850人ぐらいいはって、そして、本籍を置いてる人の中で、どれぐらいの人が出ていってはるかというと 47% になりますよということで、これほぼ半分ですね、はい。で、こんな風にして、この表の見方を説明していきますと、過ごしが 34% の人がこう外に出ておいでになるということですから、ちょっと 10% 以上、15% 内外、三ツ谷と八坂との間に差があることが見えてまいります、ね。それはどうしてなんかいうことはまた後でお話をし、で、三ツ谷の方に、こう行きますと、三ツ谷は本籍人口が1149人とかでこうやって書いてありまして、で、ですね、これが 49% の人が、つまり半分でさ、ね、半分出ていた半分あの地元に住んではるっていうことになりますんで、やっぱり、こうひときわ過ごしが地元に住んではる人が多いということが分かります。で、八坂と三ツ谷の人は、まあ、本籍地を持っている人の中で半分は外に行ってはるねっていうことを確認してもろた上で、この移民村総論のブログの本文を読んでいきましょう。犬神郡とその周辺の移民村を村単位で、ね、こう自治体としての村単位、つまり小学校区ぐらいで昔は、こう自治体があって役場があって、その小学校区やから、もちろんそこの小学校が1個あったということですね。で、八坂とかの場合だったら、まあね、まあだから大家部が途中で分かれましたよというようなことはお話をした通りです。で、そして、この磯田村について、あ、ね、35年、明治35年以降の、まあ、3つの村でもって、こう磯田村を形成していたんだけれども、その磯田村という単位で過ごしや三ツ谷についてはあまりよく喋っていませんでしたから、過ごし、三ツ谷、そして、八坂というような形でこの磯田村について説明していく必要があろうということで、今日そのお話をすると。で、まず八坂とともに磯田村を形成する過ごしと三ツ谷は、地勢などは、ね、地勢などは八坂大谷部に準じますので、違った観点で述べていって、で、それがですね、
こういうデータ的には数字としてはこうなると。で、そして旧磯田小学校の教育経営資料、1936年やからぐらいということやから、約で言うたら、昭和11年前後ぐらいの資料によりますと、磯田村3村の地域性、3つの村には3つの性格があるよっていうことです。で、はっさかについては、北米に行く人、カナダだけど、に行く人が多いことを褒めた上で、これによって衣食は奢侈に、生活は豊潤に流れやすく、一面アメリカの個人主義、物質主義の傾向を見え、農村の巡行なる風習の失われんとする憂いありというふうに言ってはります。ね、小学校の先生方はそんなふうにご覧になっていたと。だけどね、この私が書いてるね、はっさかの放音講というのは、これは動画でも喋っていますけれども、そういうのをね、こう自分で読んでいったり、あるいはお話を聞いてくれた人たちは、そのはっさかでどんな暮らしやったか言ったら、質素の一隅に尽きると私はね、そんな風に感じましたけれども、言うたらね、やっぱり革靴履いてはったりとかね、それから、なんて言うんでしょう、やっぱり確かにお金持ってはったみたいですね。これは、誰から聞いたかと言いますと、例えば本庄でね、昨日お話をしました彦根市早見村の本庄の小学校で先生やってはった私のところのご門徒がいはるんですよ。要は本庄で小学校の先生してはった後に、私のところの村に嫁いできはったおばあちゃん、もう100ちょっと手前で亡くなった学校の先生やってはったおばあちゃんがいはったんですけど、この人がやっぱり言うてはりました。本庄で生まれて育って小学校の先生やってはったわけだから、よう長年よう見てはるわけですけど、やっぱカナダの行ってた子はやっぱりそういう服装とかでもやっぱ違っていたと言うてはります。そういった形でやっぱ物質主義の傾向、そしてカナダは確かに個人主義というふうに日本人が見るようなところはあったんでしょう。だから僕は八坂の本校等でお話をしているようなところを読んでいるだけやったら非常に質素ですけれども、やっぱり確かにカナダマネーでね、なんて言うんでしょう、為替レートによってですね、為替レートの力によってやっぱ八坂とかこうやっぱ豊かでしたから、そんなふうに今言ったような形で農村の巡行なる風習の失われんとする憂いありというのは、そういう生活ぶりもこう見えたんでしょうね。で、次が巣越です。巣越はどうして地元にいる人が多あの、ね、他の2つに比べると多かったかと言いますと、三大あざ中、漁業を営む者最も多く、その大部分は半農半漁をもって生活をしきたれりというふうに書いてあります。で、本籍地につまり地元にとどまっている人が比較的この中では多いということです。で、これはですね、昭和の終わりか平成の初めぐらいのお寺さんのぼやきなんですけども やっぱりそれぐらいやったらまだ巣越なんか漁業やってる人が多くてね、で朝6時ぐらい田山に行ったら遅い言うてお叱りを受けたという話なんですが、朝6時に田山に行ったら考えられませんけどね、私なんかしてみたらね。だけどそれでもまだ遅いいうことは、やっぱり漁師さんやからみんな朝早いし、一日のスタートは早いもんですから、6時ぐらいになったらもうだいぶ遅いと。で、そんな時に田山に来て何しとんねん、お寺さんもっと早く田山に来いって言われたような話やからね 怖いなと思いますね 寝ぼすけではご挨拶はできません そういう形でですね、その過ごしにしたかって34%はよそに行ってはったわけで、その34%の中にはこうやっぱりたくさんカナダに行ってはったっていうことです。で、そやけどみんながカナダに行ってはる八坂なんかと違ってですね、その割合が十何パーセントか低いっていうのは、これ何を表すかと言いますと、毎年水害に遭いながら苦しみながら、その水害に遭った時にそれにどう対応していったのかというのは、これ3つの集落においてやっぱり大きな違いがあって、
で、ハッサカなんかはカナダに行く、あるいは北米に、合衆国本土に行くという形で出稼ぎをすることで、地元における生活苦を解消していくっていう、そういう手段、そういう方法を選んだのがハッサカで、で同じ、磯田村を形成しているわけですから、当然少しからもカナダに、こう一緒に行かんかいねって小学校の友達に誘われていく、あるいは親類に誘われていく、隣り合わせやから当然親類関係も多いので、少しからカナダに行かれた人も行参いはったんですが、しかし全く八坂と同じに、歩ま、あの八坂と同じ道を歩かはったばかりではなくて、地元に残って漁業をすることでもって、で、農業における不安をこう和らげていった、こう水害におけるの被害をこうの漁業に活路を求めて、こう地元で暮らすことを選んだ人が多かったのは、これ須郷市という隣村であったということになります。そしてですね、次三ツ矢なんですけれども、三ツ矢の人たちはですね、国内で商業をなさっている人が多いということですが、これも磯田小学校の、なんとか先生の書かはった記録を見てみましょう。数十年前より釉薬鶏飯の地にて商業を営む者多く、相当に生活する成功する者あり相当に成功する者あり家計は一般に豊かにして上品なる生活をなす。現今においてもさらに都会に進出する者多く、総戸数の3分の1は、京阪その他台湾満州方面にて商業に従事する者ありと言い、よそで成功したら母村に帰ってこない傾向があって、将来村の存続が心配であると続けていますね。そして一見同じような景色が続く、全く同じような景色が続く、湖岸の3つの村なんですけど、村人の性質は大きく違うようですね。で三ツ矢の場合やったら、要は質屋さんですわ。で、質屋さんがになってですね、京阪とかね、今はまあ それからそんなものはないけれども、戦時中やったら、戦前やったら満州に行ったりね、戦前やったら満州やとか台湾やとか、そういったとこまで行って質屋さんやってはった人が多いのは三ツ矢で、今ほども申しました通り、同じ水害で、母村の農業だけでは非常に不安があるのに、どういうふうにしてそれに対処したかって言ったら、八坂やったらカナダに行かはる、三ツ矢やったら、こう質屋さんになって京阪神に行かれたり、この時代やったら台湾や満州に行かはって、ご商売をされると、質屋さんをされるというパターンが、こう多かったということです。非常に多かったということで、今でも三ツ矢にもう一つ多賀監督のお寺さんと、もう一つお寺があるんですけど、そちらの方のご屋さんとは比較的よく話すんだけど、今でも言わはるんやけど、「御門と何軒ですか？」って言ったら、御門とまあ地元に運軒やと、 X 軒あって、そして京阪神に Y ぐらいの数の まあ何軒のことはちょっと言いませんけども、こう御門とがあるとね、京都や大阪や神戸とかに、運軒御門とがあると。でこれそんなね、フィフティファフィフティではないけれども、かなりフィフティフィフティに近いぐらいの数が京阪神のね、数の御門とが京阪神におありになると。でその京阪神の御門と方の、昔いうことも過去まで含めると、みんなが質屋さんやったと。で質屋さん辞めてしまわはった、ちょっと続けてはる人はあるんだけど、そやけど、かつては全部質屋さんやったんやということです。
ね、この質屋さんのこう誰かが起こして、そしてそれを成功したら、そこに丁稚さんに行かはって、そこで質屋さんの修行をしはって、そしてそれを、ならそろそろ棚分けしよう言って言って独立をしはって、でこれで2軒の質屋さんができていって、そしたら2軒の質屋さんにまた丁稚に行かはって、また習いに行かはって、また4軒になって、4軒が8軒になり、8軒が16軒になっていったっていうことですね。で、そういうふうな形で、三ツ矢の人はですね、非常にリッチやったでやったら、そんな話になります。で、そうやってみんなそれぞれ三尊別々に、やっぱり、なんていうかな、こう、水害に対処していってはったということです。で、居留民の行き先別人口は、これは、磯田村合計なんで、三つそれぞれではないんですけど、ね、よそに行かはった人たちは、樺太朝鮮広東州、広東州ということだね。だからね、満州いうことです。から台湾まで含めた、国内に50、536人か。ね。ね。だから樺太とか、植民地、準植民地、そして東京や大阪などが536人、そして、いう本当、まあ、カナダや北米みたいな海外に1000飛んで41人となっています。で、国内はやはり大阪が多くて男女174人です。海外はカナダの830人。で、これはですね、男の人が475人、女の人が355人、北米合衆国が93人の男の人と65人の女の人。あとはシナ28人以外は1桁前半です。アザ別の行き先はだいたい想像できるということですね。で、この傾向は明治期にも見られます。明治末までに海外に渡航した人は八坂から379人に対して、巣越98人、三ツ矢63人です。同じ時期同じ村で同じ災害に遭いながら、活路の見出し方はそれぞれ違って、いたわけです。ね。あと、自分、今まで言い足りなかった、言うてないような各村々についてのデータについても、ブログでは述べておりますけれども、これはまあ割愛しまして、今日は磯田村の3つの村がですね、村の人たちがどのような形で水害に対して対処し、活路を見出し、で、生きておいでになったのかという話をしてまいりました。決してみんなカナダに行かはった人も多いんだけど、カナダ一色じゃなく、一つの村一つの村で違ったやり方で生き抜いてきはったということです。今日はこれで終わります。